購買の隣にはサンカフェという名前のカフェがあります。ここではとても美味しい料理やコーヒーを楽しむことができます。昼休みは昼食をとる多くの学生でにぎわい、その後もカップケーキやチョコレートブラウニー、アイスクリームといったスイーツを食べる学生の姿が見受けられます。サンカフェはなぜこれほどたくさんの学生に愛されているのでしょうか。その理由を見ていきましょう。一つ目の理由はサービスのクオリティです。カフェのスタッフは手間暇かけて料理の準備をしています。その例が角煮丼です。角煮を作るためにはとても長い時間がかかりますが、スタッフのおかげで私たちは学校で角煮を食べることができます。お肉だけでなく新鮮な野菜を取ることもできるので、バランスの取れたヘルシーな食事をしたい人にもおすすめです。またカフェの入り口にはお弁当やパウンドケーキなどが陳列されていますので、好きなものを選んで店内のカウンターで購入してください。これは特にヘルシーなお弁当です。白米ではなく玄米を使用しているのが特徴です。たった500円で素敵なお弁当を購入することができます。他の料理もそのクオリティから考えるととても安い値段で提供されています。加えてコーヒーを注文することも強くおすすめします。香りと味がとてもよく驚きました。250円の美味しいコーヒーでリラックスするのはいかがでしょう。ここで楽しめるのは素晴らしい料理とコーヒーだけではありません。心地よいひとときを小樽の美しい風景と壁にかけられた絵画とともに過ごすこともできます。雑誌や漫画も用意されています。しかし何よりも素晴らしいのはサンカフェのスタッフです。彼女らはいつも学生たちを温かく迎え、美味しい食事を提供してくれます。撮影へのご協力本当にありがとうございました。お腹が空いている人、健康を維持したい人、リラックスしたい人、もちろんそれ以外の皆さんもぜひサンカフェへどうぞ。皆さんぜひご利用くださいませ。よろしくお願いします。